今回のテーマは中高年の勉強法についてです。私はこれまでリクルート営業、映像カメラマン、それから福祉業界に転職して、施設相談員、医療ソーシャルワーカー、行政機関の相談員として、相談員歴は10年、相談員以外の仕事も通算した社会人歴はかれこれ四半世紀となりました。それで10代20代を過ぎて30代40代50代、あるいはそれ以上の年齢で何かしらの試験に挑戦することになった場合、最初の理想や希望を掲げたところから実際に勉強をするという段階に入った後、その勉強を続けるということがいかに大変なのかという現実に直面することになります。特に社会人の場合は、毎日残業で帰宅時間が遅いとか、家では子育てや家事に追われてなかなか落ち着いて勉強する時間が確保できないとか、とにかく大人になればみんなそれぞれ事情があるということですよね。とはいえ、そんないろんな条件がある中でも、しっかり結果を出せている人が毎年必ず一定数いるわけで、それは社会福祉士、精神保健福祉士に限らず、どんな国家試験でも同じことは言えると思います。というわけで、今回の発言小町のトピ主さん、国家試験の合格を目指して勉強しているという八作子さんからの質問です。正社員で働いている40代女性です。一年発起してキャリアアップのために資格取得をしたいと思い、現在受験資格も得て勉強中です。最終的には国家試験に合格しなければなりません。合格率は大学新卒を含め半分以下です。しかし仕事を終えて家に帰ると家事に追われ、仕事の疲れもあり、全く勉強する気になれません。ついテレビを見たり、ネットを見たり、年齢的にもなかなか頭に入ってきません。同じように仕事をしながら勉強をされた方、どのように乗り切りましたか？小さなことで構いません。何かアドバイスがあれば教えていただきたいです。というわけで、今回の相談内容をこのようにまとめてみました。質問では何の試験を受けるか細かいことには触れてませんが、どんな試験にしても仕事をしている社会人受験生なら、この辺はおおよそ共通するところがありますよね。それからちょっとのつもりでテレビやネットを見始めて、気がついたら1時間2時間経っちゃったとか、なんならテレビ見ながらうたた寝しちゃって気がついたら朝になってたみたいなパターンもありますね。もっと言えば、勉強を始めようとは思うけど、気分よく勉強するために掃除とか片付けなんか始めちゃって、これも気がついたら30分とか1時間とか経って、まあ今日は疲れたし明日から本気出すぞみたいなね、これも受験生あるあるですね。まあそんな感じで、人が精神的に追い込まれた時に、やるべきことをやらないで現実逃避してしまうような行動を心理学ではセルフハンディキャッピングと言います。これは全然関係ないことをやっちゃうような行動以外でも、例えば試験を受ける前から、やっぱり試験は結果よりもプロセスが大事なんだよねみたいな言い訳をして、仮に結果が出なくても落ち込まないで済むように事前に予防線を張ってしまうというのもセルフハンディキャッピングの特徴の一つになります。それから一般的には年齢が上がるにつれて記憶力が悪くなると言われているんですが、実はこの話、特に科学的な根拠はないと言われています。これも心理学の話になりますが、エビングハウスの忘却曲線というものがありまして、これは時間の経過とともにどれくらい記憶に残っているかというものをグラフで表したものになります。で、覚えたてを100として、20分経つとすでに覚えたことの4割は忘れてしまって、1時間経つとせっかく覚えたことも半分以上は忘却の彼方に行っちゃいますと。で、1日経つと覚えたことの7割は忘れて、1週間経つと最初に覚えたことはだいたい2割くらいしか記憶に残ってないんだけど、逆に言うとそこまで記憶に残っている2割の記憶は1ヶ月経ってもそのまま記憶に残っているということなんですね。で、社会福祉士や精神保健福祉士のカリキュラムで心理学を専攻した人は、
すぐ忘れちゃうのは短期記憶で、ずっと覚えているのは長期記憶なんていう話も聞いたことがあると思いますが、これはつまり試験勉強というのは覚えられないことが悲しいんじゃなくて、まあ私も含めて大半の人は大体のことは時間が経つと忘れちゃうんだから、まあそれならそれでどう効率よく繰り返し学習するか、まあそれが重要になってくるということです。まあそんな話も踏まえまして、じゃあ最近年のせいで物覚えが悪くてねなんて言ってる人が、中学なり高校なり大学で教科書に書いてあることをすぐに覚えられてたのかっていうと、多分ねそんなことないと思うんですよ。まあその人も若い頃は若い頃なりに覚えるのに苦労はしてたはずなんです。もちろん私も30代40代、まあ間もなく50代っていうところに近づいてくると、人や物の名前が急に出てこなくなるとかね、そういうことはありますよ。でもそれは試験勉強に支障が出るほどの、記憶力に問題があるかというと、私は10代20代の頃の自分と比べても誤差の範囲の話だと思ってます。なので年齢的に記憶が定着しないっていうのは、その人がそう思い込んで自己暗示にかかっている可能性が高いんじゃないかなと私個人的には思うわけです。というわけで、そんな社会人受験生の悩みを代表するトピニスさんに対して、どんな激励のメッセージが届いたのか今から見ていきたいと思います。それではまず最初のメッセージは、休日に図書館というタイトルで、当方56歳女性、同じく国家資格を目指し勉強中、平日は働きながら介護もこなしてますので勉強は無理、休日に図書館に行き朝から夜まで試験勉強します。実はこのコメントも図書館で昼食休憩中に書いてます。図書館のリファレンスルームに行くと、同じように勉強している人だらけで強制勉強モードに入れます。咳一つ響き渡るぐらい静まり返っていて、皆さんの集中力には驚かされます。自宅で勉強なんて絶対無理、トピニスさんお互いに勉強頑張りましょうね、という応援メッセージですね。やはり自宅にいるといろんな事情があって、もうどうしても集中できないということが多いですから、そういう時はもうとにかく環境を変えるのが一番ということですね。場所が変われば気分も変わるし、特に図書館みたいな公共の場所に行くと、社会人だけではなく受験勉強している学生さんも大勢いますから、そういう周りに影響されてやる気モードにスイッチが入るということですね。続いては意地ですというタイトルで、意地です、これしかない、私も51歳、意地で取り組んでいます。息抜きガス抜きしつつですよ、むしろこのバランスを取る気量が難しいかも、チャレンジャーでいきましょう、という激励ですが、そうですね、私個人的には気合とか根性論って正直苦手ではあるんですけれども、ただ試験に限って言えば完全に自分との戦いですからね。長い人生の中で本気出して頑張ることってそんなに何度もあることじゃないですから、自分の人生を変えたいとかキャリアアップを目指したいとか、目的は人それぞれだとしても、誰に言われたわけでもなく自分でやると決めたことであれば、とにかく悔いだけは残さないように最後までやりきるしかないですよね。でこの方も言われている通り、やるばっかりだと疲れて息切れしちゃうので、適度にリラックスもできる時間を取り入れていけるといいですよね。次は勉強ぜひ頑張ってくださいというタイトルで、この方は実は英語の TOEIC の勉強方法の話をされているので、内容を私の方で一部編集して読み上げます。50代半ばでフルタイムで働いています。最近は勉強もしんどくなってしまいましたが、40代まではまだまだ頑張れました。通勤時間の電車を活用して徒歩の時間も入れて往復で毎日2時間勉強しました。帰宅後は問題集に向かい、計画しておいた分量をこなすよう努めました。休日は模擬試験形式の勉強、部屋の片付けもしながらやりました。睡眠時間を削る時もごくたまにはありましたが、あまり無理すると頭に入らないので体調管理には気をつけました。40代はまだまだ若い、自分の未来を切り開くためにぜひ頑張ってくださいね。
というこちらも50代の方からの応援メッセージでしたが、この方も隙間時間をうまく使ってる感じがしますよね。勉強というのは椅子に座って机に向かうだけが全てではないですし、一つ一つは5分10分の短い時間だったとしても、積み重ねれば塵も積もって山となるわけですから、長い時間集中できないとか、忙しくて時間がなくて他の人みたいに1日何時間も勉強できないという人でも、こうした隙間の時間を合計して少しでも理想の時間に近づけていくという考え方が大事になってくるかなと思います。あとはこの方が言われている睡眠を削ってというところで言うと、まあこれも人によるとは思うんですが、私の場合は睡眠時間を削ってしまうと確実に次の日の仕事のパフォーマンスが下がってしまうので、まあそれで集中力が低下してボンミスかなんかやらかしちゃった日には、その後の自分のメンタルがだだ下がりになっちゃいますし、まあ結局睡眠不足で勉強中は頭がぼーっとしちゃって時間かけた割に対して覚えられないっていう非常に効率が悪いことになってしまうので、私の場合はもう夜はさっさと寝て、その分朝早く起きて出勤前に勉強した方が圧倒的に効率がいいかなとは思います。で、夜より朝の方が頭の働きがいいというのはいろんなところで言われている話なので、効率よく勉強したいという意味で言うならば、やはり早寝早起きのスタイルがおすすめです。それではこちらが最後になりますが、頑張ってというタイトルで、昨年50歳で国家資格を取りました。フルタイムで働き、家事もこなし、勉強もきつかったけど充実した日々でした。お風呂にテキストを持ち込みインプット、お風呂から出て問題集でアウトプット、休日の昼間は図書館、仕事の日は時々夜のカフェ、とにかく集中できる環境が大事。勉強方法はとにかく問題集を解いて間違えた箇所をテキストで確認、これを何回も繰り返しました。合格した時はすっごく嬉しかったですよ。主さんも頑張ってください。というこちらも50代の方からの応援メッセージで、やはりこの方も隙間時間の有効活用と、それからこれですよね。いくら勉強時間を確保しても隙間時間を作っても集中できなかったら意味がないわけですから。とにかく環境を整える。それができないなら環境が整っているところに自ら足を運ぶ。もうこれに尽きるかなと思います。それではここまでの応援メッセージに対してトピ主さんからお返事が来ていますので、そちらを見ていきます。皆様、心強いメッセージありがとうございます。レスを読んでいると感激して涙が出てしまいました。これからはアドバイスを参考にして、年齢や仕事、時間のせいにせず、やれる限りの努力をしたいと思います。努力しないと合格できないのだから。皆様からのアドバイスを胸に努力します。本当にありがとうございました。というわけで、昔から試験は水物と言われることはありますが、ただ一つ確実に言えることがあるとすれば、トピ主さんのお返事にもある通り、合格は努力した人だけがつかみ取れるというこの一言に尽きると思います。ただ努力は方向性を間違えると簡単に人を裏切るので、くれぐれも勉強しているつもりの時間とか、勉強という名の作業時間が積み重なっていることがないように、くれぐれも気をつけて、今この動画を見ている受験生の皆さんには、最後まで諦めないで悔いを残さないように頑張ってほしいと思います。